いいアイデアでしたけどね、はい、引きつけて引きつけて相手をかわしてから長友という考えがあったと思うんですけどね、はい、吉田から高いポジションを取っている左サイドバックの長友、乾の足元入ってきた、長友が中に入っていきます、そして空いたスペースを乾が使います、うん、横ですね、遠藤選手ね、それによってこうパスを使えたり、うん、選手変えますからね、はい、これも見てみてね、なかなかチャンスですよ、キーパーの前に岡崎が立っているという状況です、まあ、この時ですよね、20番近い酒井、はい、見てますからね、はい、さあ日本追加点の大きなチャンス、岡崎選手がいるところに誰かが入っているんだろう、はい、コースのないところで自分がね決めるんだという気持ちがね、はい、ボールにありましたよね、いいシュートでした、吉田が対応するが、スルーパスが来る、おいしいが見事な球を見せました、吉田さん、はい、ショートコーナーですね、ショートコーナー打て、高尾切り返した、いいシュートが来ない、シノさん、武藤ですかね、呼ばれましたか日本、ね、今武藤がベンチに出ました、そうですね、はい、気温は若干下がって26度なんですけど、湿度が上がって、はい、やっぱり選手たちかなりこう辛そうですね、近くで見てても、岡崎の周りを中山さん見せてくれましたね、いいプレーでしたね、はい、またね清武のパスもね、はい、真ん中で斜めに動いてたんですよ、はい、で相手のディフェンスもどっちかわからない中での、はい、清武から武藤へのパスだったので、ね、はい、非常に効果的でしたよね、武藤もスピードを生かして左サイド駆け上がり、そしてピンポイントクロス、最後は日本の10番、内側の選手ってすごく重要ですからね、はい、香川胸で落としてキープすることができるか、ヨルダンがまだボールをキープする、柴崎が対応します、清武から柴崎、香川を使います、柴崎